次の質問はですね、マニアの方楽しみにしてください。ちょっと切り込みますよ私。世界中にですね、はい、多くのファンを持つ戦国無双、あ、はい、ね、参加されておりますが、まあ、本当にこうズバリ話せる範囲と話せない範囲があると思うんですが、何かと守秘義務といろいろあると思うので、はいはいはい、非常にデリケートなところなんですが、まあ、そこのですね、まあ、制作秘話等々ですね、もう一つですね、やはりあのモーションアクターという言葉はですね、あの大変私も勉強不足でですね、あのどういった お仕事なのかと、いうことが分からない、あの私をはじめですね、多分視聴者の方でも分からない方がいらっしゃると思うので、その辺のですね、あたりの話をですね、ちょっとお聞かせ、していただければですね、ありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、かしこまりました。そうですね、モーションキャプチャー、なかなか聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、はい、あの人間の動きを、データ化して、まあ、コンピューター上に取り込んで、まあ、それを利用して作品を作るっていう方法なんですけども、あの体上に5、60個ぐらい、こう50個少々かな、あの銀色の玉みたいなマーカーをつけるんですね、はい、各関節だったりとかに、はいはい、それを、もう近赤外線を撮影できるカメラ、 実物は映せないけど、その弾は追いかけるっていうカメラで、まあ、少なくとも、うん、そうですね、3、40台から多くると100台近くのカメラに囲まれて、その中で演技をして、で動いたものが、データ化されての骨のデータなんですけどね、人間のなんかこう単純に描いた丸ちょん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 みたいな、まあ単純に言うとああいう風な骨のデータに変換されて、それからあのキャラクターの 3D で作られた、まあ、どっから見ても大丈夫なやつですね、はい、平面的なやつじゃなくて 3D 的にどっから見ても大丈夫なデータをその上に乗っけて、ゲームだったり映画になったりっていう風に、そういう撮影システムのことなんですけども、なるほど、はいはい、非常にマニアックな、マニアックですね、ですね、そういうモーションキャプチャーを演じる方のことをモーションアクターと、はい、そうですそうです、ええ、いうわけですよね、ええ、まあ、かなり珍しい職業だと思います ね、 そうですね、これ日本でそういうモーションアクターと言われる人っていうのは大体何人ぐらいいるもんなんですか、そもそも。あのモーションアクターを名乗ってモーションアクターメインでやってる人っていうのは、はい、おそらく10人いないんじゃないですかね。そんな少ない、やっぱりそうですよね、はい、あのもう俳優さん声優さんと比べてももうだいぶちょっとそうですよね、はいはい、なんでしょう、うん、ある程度こう専門的な技術、ああ技術じゃない、知識がないとあの対応しきれなかったりするところがあるんですよ。まあ単純なこと言うとマーカーで隠しちゃいけないだったりとか、はうんうん、後で編集 しやすいためにこういうのがしといてあげるとコストが見流しハッピーになるとか、そういう演技プランとかも、うん、提案できると。なるほど、うん、まだまだモーションアクターの歴史ってのはもう短いんですかね。そうですね、そういう意味では、20年、もともとあれって医療業界からだったらしいんですよ。あ、そうなんですか、はい、リハビリをするために、うん、何度やってもすみません、お医者さんが患者さんの動きがどうなってきたかっていうのを検知するためにそう開発されたみたいなんですけど、それをまあエンターテイメントの人たちがいつの間にかそう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 いうことですね。すごい話ですね。まあ20年ぐらいじゃないですかね、多分。そうするとやっぱり体が効かないとなかなかできない仕事なんですかね。そうですね、モーションアクターっていうのは、はいはい、そうですね、特に僕の方とかは何だろうな、また後でお話するかもしれないですけど、はい、ゲーム中の画面とかなんですよ、はいはい、あれって、人が見て何度も見るじゃないですか、自分が操作してる主人公って、はい、だからこれに癖があるとだんだんこう何だろうな、それが気になってきてちょっとストレスになったりとかするんですね、はいはい、なので何だろうな、無個性、うん、無個性で繊細で、うん、確実な質のいい動きっていうのができないと、なかなか、しかも何回も同じことさせられるんで、はあ、繰り返し何度やっても同じことができるっていう能力とかが必要になってくるんですよ、はあはあ、マニアの方どうですかマニアの方どうですか、非常にマニアックな話ですよ、これは。なんか僕幸いないことにそっち側になんか得意だったな、性質だったみたいで、なるほど、そう、役者さん、なんだろうな、ムービーシーンとかってなってくると、はい、お芝居してる時ですね、操作してなくて映画みたいに画面中に主人公たちがストーリーをやってるところは役者さん の事務所とかにオファーが行くんですね、はい、で役者さんが行くんですけど、で
アクションシーンだったりとかゲーム中の画面とかっていうのは動きがメインになってくるんで、あのスタントマンだったりアクション部だったりとか、そういう事務所の方に仕事が行くんですけど、面白いですね。もともと僕はまあそうスタントマンアクションマンだったので、はい、あのそう皆さんが操作画面操作してくれるんですね、はい、僕をなるほどみんながミサイルの人が僕をこう走らせてくれてます飛ばしてくれてますったりとかね、面白いですね、はいはい、そっちをメインで、はい、なるほど、やらせてもらってました。